こんにちは、マサです。今日は、選挙から見える日本社会の崩壊についてです。先日、東京都知事選がありましたけど、なんかコンテストみたいです。政策なんかどうでもよくて、とにかく顔が売れている人に投票すると、東京と何も関係ない人が、パッと来て、パッと当選しちゃうと、 そういう可能性すらあるわけです。石丸さんもそうだと思うんですけど、彼の公約をきちんと分かって投票している人ってほとんどいないと思うんですよ。なのに、百何万票も集めて2位ですからね。なんでこうなってしまうかというと、日本社会の基盤が壊れているからです。昔の日本は、農村地域を中心として、 きちんとコミュニティができてたんです。家族、ご近所、町内会、祭り、商店街、消防団、点々々と、相互扶助の仕組みがきちんと機能してたんです。伝統文化もありますから、この地域をこうしたい、ああしたいと、こういう思いがあったわけです。こういう環境の中から、 優秀な議員が生まれてたんです。各栄さんとかね。ですから、地域社会がきちんと機能していたら、知らない人がパッと来て、パッと当選すると、そんなことはできないわけです。現在は共同体が壊れて、個人がバラバラにされているから、横に誰が住んでいるのかさえ、 わからないわけです。もちろん、伝統文化とも切れてます。とにかく、自分だけ、自分の家族だけ、なんとかなればよいと、そういう人が増えてるわけです。今だけ、金だけ、自分だけです。人格も癒しくなってきますから、能登の人たちは移住しろって平気で言えるわけです。もちろん、能登は能登で、 きちんと伝統文化があるわけですけど、そういうのをすべて無視して、復興費用がもったいないから移住させろっていうわけですよ。癒しいでしょ性格が。基準が金だけなんですよ。自分だけなんですよ。ある意味、こういう新自由主義者も犠牲者だと思うんですけど、共同体が壊れて、 個人がバラバラにされた結果、こういう考えになってしまったと。ですから、こういう人たちが投票に行くわけですから、優秀な政治家が生まれないんです。この地域をこうしたい、ああしたいっていうのがないですから、あったとしても金だけの話ですから、どうしても人気投票みたいになっちゃうわけです。 当たり前ですけど、国民の民度に合った政治家しか出てこないんですよ。小池さんが当選したことからもわかりますよね。学歴詐称問題もありますし、さらに7つのゼロとか言って1つも達成してませんからね。こういう人でも当選しちゃうわけです。何回も言いますけど、 共同体っていう基盤が壊れて、個人がバラバラにされた結果、どうしても人気投票みたいになってしまうわけです。こうやって生まれた政治家は、国民のこと住民のことなんて考えていませんから、だからこうなってるわけです。現在の東京都もそうですけど、日本全体だってそうですよね。 ししててまますすよよね。ね。衰退してますよ、ね、国民の民度も落ちてますから防災して大地震から守るんだっていう政治家も出てこないんですよ国民のせいでもあるんです防災するって言ったって当選しませんからねその代わりテレビで有名顔が売れているこういう人が当選していくと本当 悲しいですね。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。